私、フランスに住んでるんですが、こないだ猫を病院に。ワクチン接種のために行ったとき、待合室にたくさんの人、みんな普通人がいて、そこへ真っ白く巨大な犬を連れたカップル登場。みんなの視線が釘付けになり、口々に、かっこ、あの犬、すごい、かわいい顔、大きいね、綺麗な毛並み、でけえ、なんだろうあの犬、と、ベタ褒め。一人のおばちゃんが、それ、なんていう犬ですか?と聞いた。すると、飼い主は誇らしげに、これは、秋田犬といって、日本の犬、ジャポネなんです。すると、みんな、へえ、ジャポネだって、かわいいね。ジャポネか。あんまり見ないもんね。特権って感じ。ああ、聞いたことある。柴犬っていうのもいるよ。顔がキリッとしてる。へえ、すごい。ジャポネだってよ。私も欲しい。とまたもや大絶賛で、私とは関係ないのに、なんだか嬉しくなりました。秋田は、もこもこなごみ、顔で、かわいいやな。日本犬は、飼い主への忠誠心が強いのが人気の理由なんだっけ。柴犬って世界デビューしてる?茶色い毛並みの飼い犬は、本当に可愛い顔してるから。海外でも人気出そうなんだけどな。秋田犬ってこんなでかいんだ。ググって初めて知った。日本で唯一の大型犬なんだね。うわぁめちゃくちゃでかいけど可愛いな。向こうは家も広いから、大型犬も、室内でのびのび暮らせるんだろうね。秋田犬、いい。派手さはないが素朴で安心できる可愛さ。抱っこされてる柴犬。こんな顔してる。私の住んでるヨーロッパのという町にも、柴犬 .com 中柴犬愛好家グループのサイトがあり、町でもたまに見かける。ちなみに、人口30万程度の小さな市。隣の人が逃げ出してたよと連れてきたのは狐でした。なんて、コメントを、イギリスの柴サイトで見た記憶がある。外国人が、犬や猫に、日本風の名前をつけることはないのかな?ポチタマトラシロクロ、とか。秋田の人気の名前も、なんと八や八甲なんだそうだ。って書いてあるよ。アメリカだと、秋田と、ジャパニーズ秋田という犬種が存在するんだよな、確か。秋田とは、戦前のマスチフとか外来犬種が混ざった顔の黒っぽいものを指し。ジャパニーズ秋田は、戦後の復刻秋田犬。今の秋田犬。どうも、前者は、進駐軍がアメリカに持ち帰り広めたらしい。日本国内ではあまり見かけない。ちなみに、OJ シンプソン事件の全貌を知っているのは、飼われていた秋田犬だけだと言われている。